皆さんこんにちはタコボンです今日も動画を見ていただいてありがとうございます 今回のの動画では健康管理を助けてくれるアイテムのご紹介をしたいいなと思いますよいしょ今回ご紹介するのがこちらですね。スマートバスマットというアイテムになってまして、バスマットと体組成系が一体化したアイテムになっています。僕のチャンネルの方でもこれの一つ前のモデルをご紹介させていただいたことがありました。前のモデルは体重計とバスマットが合体したモデルとなってまして、まあ、それをお風呂の入り口とかに置いておいて、 まお風呂から上がった時に、まあ、その上に乗るついでに体重も測ることによって体重の測定を習慣化することができますよっていう風なアイテムになっていたんですけど前のモデルだと測定でできるのが体重と BMI くらいだったんですよね、まあ、それが今回体組成系モデルとなりまして、まあ、筋肉量であったりとか体脂肪率であったりとか測定項目も増えてますし測定項目が増えるだけじゃなくて細かいアップデートも入ったモデルになってますので、まあ、今回 今回はこちらのスマートバスマットの体組成型モデルがどういったものになっているのかこの動画で詳しくご紹介していきたいなと思います僕もこれもう2週間ぐらいですね使わせていただいてるんですけど健康管理を助けてくれるいいアイテムかなと思いますので、えー、健康管理頑張ろうかなっていう方ぜひチェックしてみてくださいはいそれではまずはスマートバスマット体組成型モデルの、えー、まずは特徴についてお話ししていきたいと思います まず見た目なんですけどこんな感じで一応体組成系ではあるんですけれども体重の表示とかはないすごくシンプルなデザインになっています、まあ、これについては体重の増減を測定するたびに毎日見るのがストレスになってしまうっていう声が一部あるようでしてそういった方に配慮するような形でこういったシンプルなデザインになっています、まあ、じゃあ測定したデータどうやって確認するのっていう話なんですけどこちらの方にですねこの水色のアイコンのアプリが専用アプリとなってます このアプリの方から体重の確認することができるようになってます、まあ、じゃあ実際にもう分かりやすいように測定してみようかなと思うんですけど、えー、結構ね測定のスピードとかも速いんですよね乗りますせーの、まあ、ピッピッって2回音が鳴りましてもうこれで測定完了してるんですよね結構測定も速くて で、しかももう今通知がもうスマホ側にも届いてまして、まあ、すぐですね、まあ、こんな感じで体重とか BMI が何だったよっていう風な通知もしてくれますし、あとアプリの方も詳細後でお見せしますけど、こんな感じで詳細っていうところをタップしてみると、筋肉量とか体脂肪率とかこういった細かいデータもここから確認することができるようになってます。 あと僕の場合はそんなに毎回通知が来るのがストレスってあんまり思わないので、まあ、乗るたびにこんな感じで通知が来るようにしてるんですけど、まあ、この通知さえ見たくないっていう場合はこの通知をオフにすることもできますねなのでまあ毎日乗っていけばアプリの方にデータ溜まっていってくれるので、まあ、自分の体重を見返したいなって思った時だけ見るみたいなそういったコントロールもできるようになっていますまちなみにこの上に乗せてるソフトの軽装ドマットなんですけど、まあ、しっかりと吸水性もあるので濡れた足で乗ってもしっ しっかりと水も吸ってくれますしあと洗って洗濯することもできるようになってます。でちなみにまあ裏面の方ですねここの白い部分がちょっとこうグリップ感のあるような素材になっていて滑り止めになっているのでこの体操成形の本体に置いた後はここちょっとこう押さえてあげるとこのマット自体がずれにくいような仕様になってます。で本体のデザインこんな感じになって いてまあ、裏面はこういったものになっていてでこれ電池駆動じゃなくて充電で動くので、まあ、電池を別途用意することが必要ないっていうのもいいところかなと思います、まあ、こちらが専用の付属の充電器になっていまして、まあ、ここ USBA 接続ですね。 で接続してあげてこの先端の端子をここにマグネットでピタッとくっつけることで充電することができます、まあ、実際つけてみるとこんな感じでピタッと吸着することができるって感じですね、まあ、ちなみにカラー展開についてはこのグレー1色となるみたいなんですけど取り替え用のマットは4色展開されるみたいですグリーンダークグレーグレーシルバーピンクの4種が取り替え用マットのみ販売されるみたいです はい、続いてがスマートバスマットの初代ですね、体重計モデルとどこが変わったのかっていうところをご紹介していくんですけど、 えまず1つ目は体組成が測れるよううになったったていうところですね、まあ、このスマートバスマットのこの上のケイソドマットが進化してまして、まあ、ここの色が濃い部分が導電性の繊維になっていまして微弱な電流が流れるような繊維になってるそうなんですよね、まあ、これのおかげで耐素性を測るための微弱な電流っていうのがマットを通してでも流れるようになってマットの上からでも耐素性が測れるように進化しましたっていうことみたいですねあとと細かいところになるんです のの周波数帯ががとと両方に対応したっていうところがありますね家の w i f i って基本的に 2.4GHz と 5GHz の2種類あるかと思うんですけどまあ一般的なこういうスマート家電みたいなものって 2.4GHz しか対応していないみたいなものが多かったりするんですけどこのスマートバスマットのこの対素性モデルについては 2.4GHz と 5GHz 両方に対応しています。 あとはですね個人的に一番嬉しいアップデートだったんですけどサイズがコンパクトになりました以前のですね体重計モデルが結構大きいものとなってましてサイズで言うと横幅が 60cm この奥行きが 39cm で厚さが 2cm っていうものだったんですけども今回の体組成系モデルについては横幅が 50cm でこの奥行きが 35cm で厚さはそのままですね 2cm ということになってまして Thank <laughs> you. ま特にですね、この横幅が 10cm 小さくなって、まあ、かなりコンパクトになりました僕の家の脱衣所結構狭いので、まあ、ちょっとサイズが大きすぎて使いにくいっていうところで初代のモデルは手放すことになってしまったんですけど、まあ、少しコンパクトになってくれたおかげで僕の家の狭い脱衣所でも許容できるぐらいのサイズ感になってくれていて、まあ、これが一番嬉しいアップデートだなっていうふうに思いましたあとは細かいアップデートになるんですけどクッションフロアみたいな柔らかい床でも正確な測定が 可能になるように修正がされているっていうところと、あとはこのバスマット自体の吸水性がちょっとこうリニューアルされて強化されてるそうです。ちょっと試しにどれぐらい水吸ってくれるのかお見せしときましょうか。ちょっと手濡らしてやってみますね。ちょっとはい、うわあめっちゃこぼれた。はい、まあ、こんな感じでちょっとこう濡れた手置いたとしてもすぐ水吸ってくれてますね。まあ、こんな感じで吸水性も結構あるシートになっているんじゃないかなと思います。 はい、続いてこの専用のアプリですね。この青いアイコンのスマートバスマットアプリ。これについても少し詳しくお話をしておこうかなと思います。開くとこういった画面になりまして、この部分に前回の体重と変化がどうだったかみたいな表示がされますね。そしてこっちに直近で測定した体重があって、こっちの詳細の方に行くと、この BMI 体脂肪率だけじゃなくて、他の筋肉量、基礎代謝量、 体水分量体脂肪量推定骨量、内臓脂肪レベル、タンパク質骨格筋肉量皮下脂肪率上脂肪体重体内年齢ボディタイプといった項目が測定されていましてここで見ることができます、まあ、しかもそこからさらに項目によっては細かく見れるとこもあって例えば BMI とかタップしてあげると、まあ、こんな感じで自分がどの辺に位置してるのかみたいなのがわかると、まあ、僕のの場合は身長の割に体重低いんで 標準よりもだいぶ低い寄りになってますけどまだギリ標準の範囲内って感じですねあと体脂肪率も標準より僕は低い側に出てるみたいですねまあシンプルガリガリなんでちょっと体重増やせるように頑張りますそしてここのハートマークのところタップするとここが体重管理モードですね ここでどういったモードで測定を行っていくかっていうふうな設定ができます。僕は健康維持モードっていうスタンダードなモードで使ってましたけど、あとダイエット目的の方のダイエットモードであったりとか、あとはマタニティーモードですね。妊娠中の方向けのモードであったり、あとはベビーモードですね。これは大人が抱っこしてお子さんの体重を測るためのモードであって、 たりとかこのシャイルドモードっていうものについてはベビーモーーモモドドをを終えててから12歳ままででの子供の子成長を実感できるとということになってますね、まあ、例えばダイエットモードとか選択すると目標体重を入力する画面が現れて、まあ、例えば5 0キロとか入れたとして保存すると、まあ、こんな感じで食事前のお知らせ開始よりマイナス2 4キロ前回よりプラス3キロ夕食はちょっと控えめにみたいな感じで。 AI アシスタントのウェリー君っていうのがいるんですけど、そのウェリー君からアドバイスが送られてきたりとか、まあ、そういった通知を設定することができるみたいですね。まあ、ちなみにこの水色の可愛いキャラクターがウェリー君となってます。えー、あとはデータの履歴の見方ですね。履歴の見方はここになっていて、データの履歴タップすると、こんな感じで何日測定が連続で継続できてますよっていうところとか、 あとはこんな感じで測定したデータが順番で並んでいるのでここから測定データを振り返ることもできるようになってます。あと僕はさっきあの洋服着た状態で測った体重についてはちょっと重く出ちゃってたんで消したんですけどここに削除ボタンもあってちょっと測定間違いだなみたいなデータとかあったらここから消すこともできるようになってます。 で、ここのデータの見方なんですけど、1年180日、90日、30日、7日間っていう風な感じで、グラフ表示もしてくれるようなものになっていて、あとこの太陽と月マークについては、日中に測った分だけとか、夜に測った分だけみたいな感じで、ちょっとこうデータを分析するようなこの項目になってます。この月マークだけをオンにすると、夜だけに測ったデータの増減が出たりとか、 あと逆に対応マークだけにしてあげると6時から18時ですね日中に測ったデータだけの増減が出るようにもなっていますあとここの AI 予測っていう項目がありましてここタップすると AI が今後の体重の増減を予測してくれるような項目となってます僕の場合で言うと8月の4日にだいたい1ヶ月後ぐらいに BMI の判定が低体重になる見込みですよみたいな ちょっと痩せてきてますよみたいな項目が表示されているので、しっかり食べろってことですね。 あとはさっき言っていた通知の設定とかはここの歯車マークからやっていきます。ここを下に行っていくと通知っていう項目があって、ここの体重プッシュ通知っていうものですね。ここをオフにしてあげることによって毎回の通知をオフにできたりとか、こういった通知の設定もオンオフ設定することができるようになっています。あと僕は一人で使ってますけど、ファミリー設定という項目もありまして、これを活用することによって複数人で1台のスマートバスマットを使って体重管理ができるみたいな、そういった使い方もすることができます。 まあアプリの使い方はこんな感じですかね割と直感的で分かりやすい UI になってるかなと思います。 はい。というわけで、ここまでで、このスマートバスマットの特徴であったりとか、アプリの使い方についてご説明したんですけども、最後に僕が使ってみた感想をお話しして終わろうかなと思います。まず、使ってみて良かったなと思ったところ、まず一つ目が、さっきも言ったんですけど、やっぱりこのサイズがコンパクトになったっていうのがすごくいいなと思いました。前のモデルはね、結構横幅が大きかったので、まあ、僕の家 1K8 畳の割とコンパクトな家なので、脱衣所もそんなに大きくないんですけど、まあ、これだったらね、まあ、脱衣所に置いておいてもそんな にに邪魔ななならないかなぐらいいかぐのサイズ感だったのでサイズがコンパクトになったっていうのは結構大きい進化なんじゃないかなと思いますあとはやっぱりこの体重計って結構電池式のものが多いかなと思うんですけど結構体重計って単酸電池とか単4電池何本も使うやつ多かったりするじゃないですか、まあ、それがこのスマートバスマットだったら充電式で使うことができるので、まあ、電池を別途用意しなくていいっていうところもいいところかなと思いましたね、まあ、ちなみにこの充電持ちもフル充電で3ヶ月くらい持ちますということになっているの で充電持ちもそこそここあるんじゃなないかなと思いますあとやっぱりこの測定のスピードがめちゃくちゃ速いっていうのもいいところかなと思いましたもう一回ねちょっとお見せしようかなと思いますけどもちょっと乗ってみますねせーの乗ってピッピピでこれでもう測定終わってるんですよね、まあ、これで測定終わって もうすぐアプリの方から今も、まあ、こんな感じで測定終わって23秒ぐらいでアプリに通知も来てくれるのでこの通知の速さ測定の速さっていうところは、えー、かなり使いやすいところだなっていうふうに思いますねあとは普通の体重計体組成計と違って上にこの軽装度のマットが引かれているおかげで足の裏のひんやり感がないっていうところもいいところかなと思いますまあ今夏なんでそんなに気にならないですけど冬場とか体組成計乗る時ってかなり足ひんやりすると思うんですよね、まあ、それがこの軽相度バスマットの のおかげでへひんやり感が全然ないというところもこのスマートバスマットいいところかなと思いますあとはやっぱり最大のメリットは体重管理を習慣化できるっていうところかなと思います まあ経験された方多いかなと思うんですけどやっぱり体重計とか買って置いておいてもちょっと乗るのめんどくさくなってサボっちゃう時とかあったりすると思うんですよねまあそれがこのスマートバスマットであればお風呂に入るときもしくは出るときにこれの上で一旦立ち止まればすぐに測定することができるのでまあ、測定のハードルっていうのが下がって体重管理を継続することにつながりやすいんじゃないかなと思いましたあとちなみにこういう体重のデータとかあの iPhone のヘルスケアアプリあのハートマークのアプリで管理されてるか も多いんじゃないかなと思うんですけどヘルスケアアプリとも連携できますよこんな感じでアプリのこの歯車マークのところタップしてもらって下の方に行く ここここのデータタ同期っってていうところがあってここをタップしますするとここに「ヘルスケアに同期っていう項目があって、まあ、ここにチェックマークを入れておくと iPhone のヘルスケアアプリにも体重が同期されます、まあ、これがさっき測ったデータがもうここにすぐ同期されているような形になっていて動機、まあのスピードも結構速いかなと思いますこれ下の方にスクロールしていくと全てのデータを表示っていう項目があって、まあ、ここ見ていくとこんな感じでスマートバスマットのアプリからデータが飛んできてるっていうのが分かる でね、iPhone で1日歩いた歩数とか測定されてる方も多いかなと思うのでこのヘルスケアアプリと同期できるっていうところもいいところかなと思います。 ま逆に気になるところを挙げるとすれば、まず一つ目は値段ですね。これが19,800円ということになっているので、体重計、体組成計みたいなくくりの商品で考えると、まあ、値段はちょっとお高めではあるかなと思います。もうあとはめっちゃ細かいところになりますけど、この充電のケーブルがありまして、ここの端子がタイプ A なんですよね。これがタイプ C だったらガジェットオタクの僕としてはもっと嬉しいかなと思いました。最近タイプ C の端末がどんどん増えてきているので、ここら辺も タイプ C に統一できてたらもっと嬉しいかなとは思いました。 はい。というわけで、今回の動画では、体組成型とバスマットが合体したアイデア商品、スマートバスマットの体組成型モデルのご紹介をさせていただきました。概要欄の方に販売ページのリンクも掲載しておきますので、気になった方はそちらからチェックしてみてください。まあ、ちなみにですね、このスマートバスマットを開発した株式会社一心の代表のテイさんっていう方なんですけど、その方は今僕の絵でも使っている天井に取り付けるタイプのプロジェクターのポップインアラジンとか、 あとはめちゃくちゃ流行ってたスイカゲームとかを開発された方らしいですよ。まあ、こういう画期的なアイデアがどんどん出てくるっていうのはなんかすごいなと思いました。というわけで今回はこれで終わろうかなと思います。えー、高評価やチャンネル登録、コメントなどなど何でもいいのでリアクションいただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。タカボンでした。またね。もうちょっと体重増やせるように頑張ります。